はい、こんにちは、イレくんです。ということでして、今日はですね、イベント青く燃える心の OF の8の解説をしたいと思います。はい、パーティー編成の方なんですけども、僕のレベルちょっと高いんですけども、推奨がですね、昇進1のレベル40でしたよね。ですので多分ね、昇進1のレベル20、30でいけると思います。まずはグムちゃん、グムちゃん採用したのは、重装でね、回復ができるので、サリアとかいたらもちろんね、サリアとか使ってください。で、ここはですね、術耐性持ちが多いので物理攻撃で攻めましょう。で、狙撃クルースとカタパルトを入れております。まあ、エクシアとかいたらエクシアとかね、入れてください。で、回復が2人、まずは1人パフューマー範囲回復で、ミルラも、スキルを使って、2人ね、回復できます。スキル2を使用しております、ミルラで。グミちゃんはスキル1です。で、フロストリーフ、ここね、前衛入れているんですけども、まあ、シルバーアッシュとかね、いたらシルバーアッシュを使ってください。フロストリーフはスキル1を使用しております、自動のやつですね。で、パフューマーはスキル2を使用しております。スキル平均レベルは全員7となっております。はい、それでは行ってみましょう。まずは最初、何かわかりますか皆さん。そう、正解。最初はフロストリーフを上向きズドンと行っちゃいましょう。で、次はですね、クルース行きましょう。はい、ここに、はい、右向きで行きます。で、グムちゃんは最後に、出しましょう。遠隔に狙われるように最後に出します。はい、次右からも来ましたよ。はい、で、まだね、回復いらないと思うので、カタパルトを上向きズドンと行きましょう。はい、クリウス狙われてますね。はい、で、次に医療パフューマー行きましょうか。はい、こういう感じでフロストリーフもクリウスも入るように入れましょう。はい、次もう一人の医療ミルラを上向きに入れます。はい、はい、斧持ちも来ました、上から。はい、はい、そして最後は誰か分かりますか。そう、正解。我らがグムちゃんをズドンと言っちゃいましょう。はい、これでね、グムちゃんは周辺回復してくれますよ。はい、上からいっぱい強そうな斧持ちが出てきました。ここでね、カタパルトとかスキルをね、使ったらいいと思います。僕ちょっとレベルが高いので今は使ってないんですけども、はい、あとね、2人出すことが、できますので、足りないなと思ったところに入れてみてください。グミちゃんの前とかね、そこら辺に、ビグナとかね、メランサを入れるのもいいと思います。で、右から来ました。はい、こちょこちょこちょっと来てますよ。右から見えてます皆さん。はい、で、来ますよ。で、見て、これボンベ、悪い穴みたいの来ましたよ。こいつが強いの。はい、ここでね、うろうろしてるんですけども、はい、ちっちゃいトゲと一緒に来ました、このボンベ。このボンベの攻撃がやばい。はい、グミちゃんやられた。はい、これ範囲攻撃来てます。で、ここでね、回復ミリラを、僕レベルが高いのでちょっと耐えれそうですかね。あ、でも結構こうきついですね。これレベル低いと絶対ここで、ミルラスキルは使いましょう。こういう感じでね、2人同時回復してくれますので。はい、で、上からね、遠隔攻撃してくるくるパンにされますんで、これグミちゃんがね、されてますね。はい、最後に出したグミちゃんが。パフューマーとか最後出しちゃダメですよ、これ。パフューマーされてえらいことになるので。で、このボンベはね、これぐるーっと回って、この上の階段に降りていきます、これ。はい、で、どこから出てくるか分かります、皆さん。分からない、分からない。正解はここ、左ドン、出た、ここから出てきます。はい、
で、ここでね、はい、まだ範囲攻撃切るので、パフューマスキルとかね、カタパルトのスキルとかで攻撃しましょう。これグムちゃんの上で倒したいので、はい、結構範囲攻撃きついですね、ここ。はい、結構硬いので、体力あるのか硬いので、ここグムちゃんの上に、メランサとかね、ちょっと前衛とかね置きたいですね、ここ。はい、でも大丈夫そうですね。あー、ちょっと左抜けそうですけども、はい、こういう感じでクリアとなります。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。